ちゃんとしなきゃいけないのはどっちだよ。ああ、王女、おはようございます。おい、3年の諸星さんだ。おっす。おっす。おっす。新人だ。よく2人も入ってきたね。何してたんだ、ろくに練習も来ない。練習、そんなのしなくていいって条件で俺は応援団に入ったはずだけど。君らは名前は？金子と言います。真実と書いて正美、坂本正美と言います。金子に正美か。猫ちゃんに正美だな。猫ちゃん正美だって。お嬢、俺の目こんな感じでどうすか？うん、なかなかいいんじゃない。おお、誰かさんと違って土台もいいからね。誰かさんって誰だよ。こわ、地獄民。帰るとするか。お前悔しくないのか。俺たちは負けたんだぞ。何熱くなってんだよ。負けたのは俺たちじゃなくてバスケ部。じゃあ女装園の時はまた呼んでね。あ、いや、それよりお嬢、女装甲子園は大丈夫ですか？あれ、もうそんな季節だったっけ。はい、お疲れちゃーん。バスケもうちの総理やったね。黙れ、サルマニやろうとも。お前らの時代は終わったんだよ。臆病なブルドッグほどよく吠える。あ、なんだとこれ。臆病なブルドッグはお前らの団長のことだろ。そもそも女装応援団は2つもいらねえんだよ。同感だね。じゃあ今度の女装甲子園で負けた方が女装を引退するってどう？え？いいじゃんそれ。いいよな。女装甲子園4連敗中のお前らがどんなパフォーマンス見せてくれるか楽しみだよ。決まりだな。じゃあ来週の女装甲子園楽しみにしとくよ。うちは今年ずーっと秘密兵器いるから楽しみにしとけよ。田村さん、秘密兵器の話はまだ。行くぞ。来週女装甲子園。なんだよ、女装甲子園って。年に1回の夫婦との女装対決のことみたい。女装対決？いや、今日のだってお前十分女装対決だろ。今度はもっと本格的な女装対決らしいよ。それも伝統行事みたい。なんだよここは。女装女装ってさ、勝手なことばっか言いやがって。おい、今になって切れ出すのかよ。お嬢、チェリーさんももういいじゃないですか。お前は黙ってろ。もし負けたらどうすんだ。女装応援の伝統が途切れちまうんだぞ。負けたらってお前本気なんだろ。だったらいい加減それくらいの覚悟で勝負挑めや。お前も本気で応援だやったらどうなんだ。俺なりには本気でやってるつもりだけど。
おい、ほら、ちょっと待て。あ、ちょっと、ちょっと、もう、二人が争ってどうするんですか。お嬢、俺も何とかして部の伝統を守りたいんです。ぜひ協力お願いします。女装甲子園は俺も楽しみだし出てはやるよ。けどそれはあくまでも俺の趣味のためだから。勝ちたかったら自分たちの力で何とかするんだな。今日は楽しかったよ。おっす。あっ、おじょ。面白そうだから俺も一緒に入れてもらうよ。いいだろチェリー。勝手にしろ。おやつ行くぞ。お願いします。はい。よし、今日は早めに終わる。各自明日に備えて十分に睡眠をとるように。特に代表の3人は寝る前のケアを入念にな。いいな。わっす。俺、明日で応援団退部します。え？なんで？実は俺、もともとバスケ部なんです。問題を起こして、監督との約束で2週間だけここに。すいません！なんだよそれ。どういうことですか、モンローさん。俺が命じた、こいつの腐った根性を叩き直すためにな。坂本が入ることで応援団にもいい刺激になると思ったんだ。そんな、今さら。僕が黙っておいた方がいいって言ったんです。最初に言ったら怒られるかなって思ったから。金子は関係ありません。すいませんでした。明日俺、全力尽くしますから。明日じゃなくて、今やめろよ。モンローさん、なんでこんな中途半端なやつが代表なんすか。チェリーさんも何とか言ってくださいよ。どうせ、彼女にバレたかなんかで嫌になったんだろうが。やっぱりあんたかよ。ああ、そうだよ、俺だよ。彼女に教えたことが悪いことかよ。まさみんダメだよ。なってよ、行くじゃん。黙ってる。なんで内緒にしてんだよ。女装を恥ずかしいことと思ってたからじゃねえのか。どうした、殴れよ。
殴ってみろよ。ミキ、いい加減にしろ。諸星さんはいいですよね。ろくに練習も来てないくせに、生まれつき美形なだけで。俺、俺なんてチェリーさんとずっと今まで頑張ってきたのに。モノさん、俺サポート回ります。だからミキティを出してやってください。そんな墓場やめてくださいよ。チェリーさん、決定は覆さない。昨日同情って言ったけど、モンローさんが俺を選んだことが同情なんだよ。だって俺よりミキティの方が綺麗だもんな。やっぱ臆病なブルドッグだよお前は。んだと？最後なんだから応援団長らしい結果見せてくれよな。じゃあ俺そろそろ着替えてくるわ。テラスレース超諸星。俺は女装なめてた、応援団なめてた。
だから桜井、いやチリ、3年間頑張ったお前には何としても勝ってほしい。勝ってほしいんだ。銀河の果てに瞬く光、溢れる希望、汗の星座を作りたも勝手きらめく星を取れ、星を収めて川となれ、青春青春青春、アンドロメダ青春。頑張って坂本くん。